2013年当時のハンナバルトスベン・ハンナバルトは、ドイツ、ザク選手、ミットレラ・エールズゲビルクス軍エルラブルン出身の元、スキージャンプ選手。1990年代後半から2000年代前半に、マルティン・シュミットと共に、ドイツを代表する選手だった。ハンナバルトは、エルラブルンで生まれ、オーレ山脈中のハンゲオルゲンシタットの近くの町で、育った。12歳の時、 同じザク選手州のクリンゲンタールのスポーツ専門学校を進むこととなった。1991年、彼の一家はハンナバルトがファートワンスキーボーディングスクールに転校したのに、伴いウルム近郊のゼティーンシェピッチへ移り住んだ。そこで彼はコミュニケーションエレクトロニクスを修了した。現在はベルリンでガールフレンドのネイディーンと息子マッテオと一緒に暮らしている。 1997年23歳の時までは目立った成績を上げる選手ではなかった。1998年1月6日にワールドカップ初優勝を記録、続くオーベルストドルフでのスキーフライング世界選手権と1998年長野オリンピックのラージヒル団体で共に銀メダルを獲得した。このシーズン、ワールドカップ総合で6位に入る。 翌1998、1999シーズン、ラムサウの世界選手権で、マルティン・シュミットに次いで、ラージヒル個人で銀メダルを獲得、団体では金メダルを獲得した。2000年には、ビケルスンのスキーフライング世界選手権大会で初優勝。さらに、ホルメンコーレンスキー大会で優勝するなど、ワールドカップ4勝を挙げて、総合4位となった。 2001シーズンの世界選手権ではノーマルヒル団体で銅メダル、ラージヒル団体で金メダルを獲得した。翌2001、02シーズンはキャリアベストとも言える成績を残した。伝統のジャンプ週間で史上初の4戦全勝で総合優勝を達成した。2002年ソルトレークシティオリンピックでは団体戦で金、メダル、ノーマルヒル個人で 銀メダルを獲得した。スキーフライング世界選手権でも自身2度目の優勝。さらにワールドカップでは6勝を挙げて自己最高位となる総合2位になった。これらの実績により2002年のドイツスポーツマン・オブ・ザ・イヤーにノミネートされた。2002-03シーズンもワールドカップで6勝を挙げ前年に続き総合2位となる。しかしこの後、 ハンナ・バルトは燃えつき症候群に苦しみ、2004年4月29日に精神医学的な治療を受けたことを明らかにした。治療の結果回復して再び公の場に姿を現した。2005年8月3日にハンナ・バルトはスキージャンプ選手としての経歴を得た。 マネージャーを通して、燃えツき症候群から回復した後もはや、プロスポーツのストレスで苦しみたくなかったと説明した。ワールドカップ通算18勝。総合優勝を果たしていない選手の中では、アンドレアスビドヘルツルと共に、大記録である。ありがとうございます。